戦いながら前に進んでこられました。そうした皆様との思いを共にするべく、全国経済同友会は昨年に次いで今日の追悼のシンポジウムを持ちました。先ほどの長谷川代表幹事が司会をされた基調セッションでも、復興の今後の課題についての議論が深まったと思います。復旧復興には多くの時間と労力を要します。一歩一歩日本プロジェクトの活動は、そのための被災地の人づくりや経済活性化のためのプラットフォーム構築の一助になることを目指しております。復興への支援を後押し、さらには次世代を担う青少年へのサポートなどを継続していくことが、復興への一歩に、そして、未来につながる一歩になるの思いを込めているわけです。政府は復興予算額を拡大し、復興を加速化させることを決定しておりますが、しかし現実の国にはまだまだもどかしいものがあります。原子力災害の克服、産業雇用の復興、まちづくりとコミュニティの再生、こうしたことを国の総力を結集して着実に前に進めていかなければならないと思います。また被災地の未来を担う世代が勇気と希望を持ち、そしてその希望が叶えられるようにサポートしている、これも私たち企業人の大きな責務であります。言い尽くすことのできない困難から立ち上がって頑張っておられる東北の方々と、我々はこれからも共にありたいと思います。共に汗を流したいと思います。犠牲になられた方々の御霊が安らかでありますように、そして被災地の皆様が心穏やかな生活を取り戻せますよう、切に記念いたしましてご挨拶といたします。2011年3月11日午後2時46分、その時のことはここにお集まりの皆様も一人一人鮮明に覚えていらっしゃることと思います。津波で家が流され、田畑が、町が飲み込まれました。そんなことが現実に起こってしまいました。私はその時東京におりましたが、福島をはじめ東北にはアナウンサーとして7年間住んでおりました。東北は私にとって第二の故郷です。大切な方たちがたくさん住んでいます。あの日は夜通しテレビの画面を通じてだんだんと明らかになる深刻な被害状況を見て涙が止まりませんでした。たくさんのかけがえのない命が奪われました。2年を経てその2時46分が間もなく訪れようとしています。おそらくこの2時46分には日本中で、そして世界でも同時に黙祷を捧げる意義深い時間になると思われます。それでは東日本大震災で犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表し、心から黙祷を捧げたいと思います。皆様ご起立ください。黙祷。
ありがとうございました。皆様、どうぞご着席ください。
震災に来てみんなとやっぱり協力をして働かないといけないかなと思って、みんなに協力してきたことを、これからの自分の職場なので、生かしていきたいなと思ってます。これからは復興のために、復興のためにこの町を、のおかげピタドを撤去していきたいと思います。避難したところに知らない人なんですけど、優しく接してくれて、緊張したり泣きたかったりしても支えてくれるってことだったんですよ。だから、でも周りにいる人を大切にしなきゃいけないなっていうと震災にも兼ねて思いました。
ストラディバリウスの修復なども手掛けます。今制作しているこのバイオリン、材料は被災地の流木です。被災された方々の気持ちに自分の思いを貫れることができたらなと思って、手作業を進めておりますね。材料は中澤さんが去年12月陸前高田市を訪れて高田松原の松や楓の流木の中から見つけました。裏板となる楓は通常使っているヨーロッパの木材と硬さなどが異なるため厚みを調整して理想の音色に近づけているといいます。裏板には友人の画家の手による一本松の絵が描かれています。音を持って人々に語りかけて優しい音で人々の魂や心を癒す音が出てくれたらなと、そんなことを考えておりますね。
本当に無力な私ですが、少しでも復興のお役に立てればと、セーフティーコンサートや市民全額寄付などの活動を続けさせていただいております。そんな中、この流木のバイオリンと出会い、今までも何度かこのバイオリンを演奏させていただく機会に恵まれ、本日はこちらの式典にて流木のバイオリンで演奏させていただきますこと、心より光栄に思っております。追悼の気持ちを込めて大切に演奏させていただきたいと思います。次にお送りいたします曲は Amazing Grace です。この曲は祈りを捧げる曲であるとともに、これから先未来への希望が込められた曲となっております。心を込めてお送りいたします。 Amazing Grace。
時はパニックばっかり起こして全然あまり記憶にないんですけど、普段から当たり前だって思ってることが当たり前じゃなくなったのが一番大きいんですけど、震災が起きてから自分の今まで苦しいと思っていたことがあれ大したことないなって思うことが多くなりました。あんまりこれが辛いっていうのがなくなりました。なんででしょうね。多分それ以上のものが震災であったからだと思います。前に進んでると思います。逆に震災の記事ばっかり取り上げてると見てる方も気がめりますし、それを経験した人も辛くなると思うので、それがなくなってるっていうことはやっぱり前に進んでるのかなって思います。これからこの震災の経験を経て忘れないことですかね。震災を忘れないことが一番だと思います。伝えていくことだと思います。これから子供だったり孫だったりそういう人たちに伝えていって、こういうことがあったから絶対忘れちゃいけないよって伝えて、それで対策を練っていくのが一番いいと思います。でもまた次阪神淡路大震災だったり東日本大震災だったり、そういうことが起きた時にちゃんと冷静に対処できるような人間になってたいです。将来の夢は保育士になりたいと思う。小さい子と仲良くしてリミックスするとこはして楽しい保育士になりたい。将来は声優になりたいと。いや、アニメが好きってわけじゃなく、なんかたまたま小学校の時見てて、自分の声でキャラクターを動かしたり人の気持ちを動かせるのがかっこいいなと思って。私は大学に行き水産の先生になりたいと思ってます。もしまた違うところで災害があったりした場合には、今度は支えられる側ではなく支える側としてそういった人たちと関われる、と言いますか、まあ人の役に立つことができる人間になりたいと思います。頑張ってほしい。おう、やったぞ。おう、頑張ってほしい。おう、一人一人その悲しみは違いの、一人一人幾多の困難を乗り越えて、この子たちはまっすぐに自分の道を歩もうとしています。東日本大震災が教えてくれたことをも人生の教訓として生きようとする彼ら、彼女たちはきっとこれからの日本を支えてくれる貴重な人材になってくれることでしょう。彼らの瞳に映る未来を思いながら日本のより良い明日を考えていきたい。今日を契機に私たち一人一人が新たな決意をしたいと思います。最後に一歩一歩日本プロジェクト運営委員の須佐隆康より皆様にご挨拶をさせていただきます。須佐運営委員、お願いいたします。一歩一歩日本プロジェクト岩手、宮城、そして福島と実行委員として携わってまいりました仙台経済協議会の須佐と申します。本日はご参加をいただきまして、また全国の同友会の皆様方に大変なご支援をいただき深く感謝申し上げます。先ほど来 VTR や音楽演奏をお聞きいたしておりますと、この震災で亡くなられた多くの御霊が
皆様方の心ある思いで安らかに眠られておることと存じます。被災地ではまだまだ大変でございます。その中で行政が手の届かないところにいち早く一歩一歩日本プロジェクトがスタートいたしました。生徒の皆さんが大変喜んでおりました。感謝されておりました。それを今日皆さん方に私がお伝えする役目でございます。どうかまだまだ大変でございますので、どうか息の長いご支援をお願い申し上げまして、追悼式典の閉会といたします。本日は誠にありがとうございました。以上をもちまして、東日本大震災追悼式典を閉会させていただきます。皆様ありがとうございました。さて、先ほど映像をいただきました線の音色でつなぐ絆プロジェクトの書籍などをホワイトにて展示販売しておりますので、後ほどぜひご覧いただければと思います。また本日は一本一本日本プロジェクトにて支援を行いました福島県立いわき海星高校の野球部への募金のお願いをさせていただいております。いわき海星高校は東日本大震災の津波により校舎に大きな被害を受け、現在も校舎の1階部分や体育館、グラウンドなどが使用不可能なままとなっています。昨年11月に実施した全国経済同友会代表幹事による現地視察では、参加者一同あまりにも厳しい環境に言葉を失いました。そうした厳しい環境の中、いわき海星高校の野球部は他校のグラウンドを借りながら練習を続け、この春全国選抜高校野球甲子園大会に出場することとなりました。今大会最少の部員16名全員が地元いわき市の出身です。客席の前方に募金箱を用意させていただきましたので、球児の活躍に皆様のご支援を何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、本日はありがとうございました。